ぞ。お母様もおかけください。今日は風邪ということでしたが、どういった症状がありますか？喉と咳が出てますか？熱の方は測られましたか？昨日の夜が38度くらい、ちょっと高めですね。わかりました。じゃあもう一回お熱の方を測ってもらおうかな。はい、体温計これ脇に挟んで、で腕のところをギュッてしてね、落とさないように。そう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 。でピーって音鳴るまで待っててね。お母さん、お子さん、今朝はご飯食べられてました？ちゃんと。あ、食欲ありますか？あ、よかったです。夜寝てる間とかも咳してたりとかありました？そうですか、わかりました。測り終わったかな？はい、ありがとう。昨日測った時と同じくらいかな。もしかしたらインフルエンザの可能性もあるので、その検査も今日はしていきますね。はい、それじゃね、綿棒でお鼻の奥の菌をちょっと取らせてもらおうかな。ごめんね、ちょっとチクッとするかな。あ、痛い。あ、ごめんね。はい、じゃあちょっと反対側も。ごめんね。はい、終わりましたよ。あ、頑張ったね。痛かった。ごめんごめん。じゃあこれお願いします。検査の方はすぐに結果が出ますのでお待ちください。じゃあ検査の方待ってる間に胸の音もちょっと聞かせてもらおうかな。はい、服の方ちょっと上にしてもらおうかな。はい、ありがとう。じゃあ大きく息を吸ったり吐いたりしてください。はい、吸って、はい、吐いて、はい、もう一回吸って、はい、吐いて。はい、じゃあ後ろの方を向いて背中の音も聞かせてください。はい、吸って、吐いて、はい、もう一回吸って、吐いて。はい、ありがとう、いいですよ。じゃあ次はちょっと喉の奥見させてもらおうかな。はい、口の方あーって大きく開けてください。はい、あー、はい、いいですよ。じゃあ喉のところちょっと触りますね。ちょっとやっぱり腫れてるかな。はい、あ、検査の結果ありがとうございます。先ほどの検査の結果なんですが、インフルエンザではないようですね。はい、ただお熱の方がちょっと高いので、解熱剤とあとお薬ですね、朝昼晩の3回1週間分出しておきますので、今日は頑張ったね。じゃあ先生から頑張った声のプレゼント、はい、
アザラシくん。そう、今日は頑張ったねってことで、じゃあはい、あげる。じゃあ検査の方は以上となりますので、はい、お大事に。